はい、こんばんは、島津です。本日はね、ハローネイバーのね、モッド、一本やっていくわけなんですが、もう少しでね、日本で公開されるんですけど、イットっていう、ホラー映画、スティーブン・キングスが原作の、スティーブン・キングスがね、書いた、原作小説の、映画版なんですけど、それのね、リメイクがね、リメイクされたのが今度、上映されるんですけど、まあ、その意図をね、ハローネイバーで再現したっていう元です。起動させてみましょうか。イット自体は見てないのよ。古いのは。リメイク版ちょっと見たいなって思ってんだけど。スティーブン・キングスって結構、ホラーがメインなんだけどね。どっちかっていうとファンタジー系が、映画化されるんだよね。グリーンマイルとか。これみたいね。じゃあ、ちょっとやっていこうか。じゃあ、実行、どんな感じかね。さあ、楽しめるかな。てんてん。でかくしてね。なぜか知らないけど VR が出てくるんだよね。びっくりした、しょっぱなんか。おお、結構作り込まれてるよ。ねえ。あら、あらあら。おっちゃんが影となんか話してんのかな？泣いてる。おっちゃん怒られてんのかな？ 影にしばき倒されてるよ。おいこら、説教受けてる感じだね。大丈夫おっちゃん。あ、いけないわ、こっちに。ああ、待って。なんかあるよ。あれはなんだ？なんか突き刺さってんだけど。車が。で、ガタガタ揺れてる。いやー、これも開発中止か。惜しいな。なんかやばいのがいいんだけど、あそこに。あ、これあれだよ。イットの有名なシーンじゃないのけ？今回のリメイクのね、予告にも出てたんだけどね。下水溝のね、中からね ピエロが覗き込むシーンがあるんだけど、それ再現してるね hide here。隠れてって意味かな。開かないのか。あ、ワープした。いきなり。ああ、はい。下水溝ね。そう。下水溝。ピエロ表現しきれてないね。さすがにちょっと無理があったか。面白いな。いきなりワープしたね。映画でも確か下水溝のシーンがあるんだけど、そこ再現してるっぽいね。え？ おっちゃん。なんかしてくんのかな？船、あんのかな？走ってみる？あれ？音がしない。バグってんのかな？バールがある。音がしないね。あれ？もう終わり？え？終わり？開けたらなんか来るんじゃないの？来るか。いや、来る気配ないね。あれ？終わりなの？これで。まさか。いや、まだ先があるわ。来ないね、おっちゃん。なんか、あれやってんね。ラジオ体操。1、2、3でこれ深呼吸してって、あるよ。あれやってんね。ん？で、あ、でかくなってんね。あ、そう。太さもいじれんだよね、ドアの。あ、終わった 終わり？これ。いや、待って、またあるんじゃない？あ、終わったわ なんかね、なんで開発中止になったのかね、短。見どころは下水溝から覗いてるおっちゃんだったね。もうあれと、説教を受けてるおっちゃんぐらい しかなかったんだけど。多分、説教を受けてるのは、子供
も表現してんのかね、映画版の。うん。はい、あっちゅう間に終わりましたが、ハローネイバーで一等ね、再現したモッドでした。まあ、今日はここまでとしておきましょうか。他にもね、今ね、モッドどんどん今、投稿されてるんで、なんかいいのがあったら、やっていくんで、よかったら見てください。はい、本日はここまでです。申し訳ありません。失礼します。